はい、酒好きな新潟人の飲酒動画始めていきたいと思います。今回も、生ビールですね。スペシャルビター、サントリー。スペシャルビター。アルコール度数 5%。クラフトセレクトシリーズ。天然水 100% 仕込みの、原材料がバクアトホップ。キリッとキレの良い苦味と爽やかな香り。となってまして、で、うまみが3。これなんだ。香りが4。苦味が5。そしてボディが2。となってます。いわゆるボディっていうのはなんだかよくわかんないけど。ボディっていうのは多分コク？コクなんだろう、多分。おそらく。ボディーって言うのか、コク？コクか。まあでも、キレがいい苦味っていうんだったら、まあ。ね。しつこい、コクがある苦味って、非常に、きついんですけど。きついっていうか。個人的にはそんなに好きじゃない。キレのある苦味だったら、非常にいい。じゃあ、乾杯。うわ。ああ。うん。まあ、確かにキレはあるかもね。うん。ああ。確かに。うん。で、ほんのりちょっと柑橘系入ってるね、これね。これほんのり柑橘系の香りがします。うん。うん。でもやっぱ確かに苦味が強い。今日のつまみは、ナトリのピリ辛味、焼きスルメゲソ。ちょこっと炙りました。これちょこっと炙った方がいいよ。1分か2分ぐらい炙ると美味しい。うん。でもちょっとやっぱり苦味がかなり強いですね。キレはあるんだけど、やっぱりドカッとくる。ドカッときて、割と舌に残る。キレがあるって言ってるけど、別に、そこまでキレがあるっていうわけでもない。やっぱ、それなりに残る。それなりに舌に残る感じがあるね。スペシャルビター。うん、でもまあ、柑橘系の香りが結構するんで、爽やかな感じ。爽やかな感じだけどやっぱ苦い。うん。スペシャルビターとは？イギリスで人気の高いビアスタイル。ホップの苦味がしっかりと効きながら、爽やかな香りが特徴の味わい。上面発酵酵母を使用して醸造と。
なるほどね。あ、やっぱりそうだ。北米産のビターホップ一部使用と、あと希少品種のシトラホップを一部使用。柑橘系の香りが特徴の希少品種シトラホップ。あ、やっぱり通りで柑橘系の香りするわけだ。うん。で、レイトホッピング製法を採用。そして、上面発酵酵母を使用して醸造。うん、あ、やっぱ苦いな。結構苦いな。まあでも、喉越しがある。っていう感じ。うん、まあまあ。まあまあまあ。まあ、美味しいは美味しいんじゃない？じゃあちょっと苦いけどね。あ、腹いっぱいだ、もう。もうだって、ケンタッキーのチキン一つ食って、あと、レッドホットチキン食って、あと、なんだ。なんだっけ、あれ。あ、それ、あれも食ったんだ。あの、ビスケット食って、で、あと何だったっけ、あれ。ケンタッキー。何食べたんだっけ。あ、クリスピー、カーネルクリスピー。あ、焼きおにぎりなんてあるんだ。160円だって、高っ。一つ160円って高くね？焼きおにぎりが？ただおにぎりに醤油塗って焼いただけだ。高っ。でも焼きおにぎりなんてもう10年ぐらい食ってない気がする。10年どころか20年ぐらい食ってない気がする。で、あと、ポテト食ったでしょ？ポテト食って、ニシャーですよ。食いすぎ。食ったなぁ。まあ、でも、カーネルクリスピーって結構美味しいよね。サクサク、サクサク、サクサク感がいい。うん。焼きおにぎりか。
でももうポテトがなくなったんだもんね。ケンタッキーのポテトが、今まであった普通のポテトがカーネリングポテトっていうのになったんで、あー、でも俺昔のポテトの方が好きだったな。なんかカーネリングポテト食ったけど、まあ、美味しいは美味しいんだけどね。なんか、なんかあれだな。なんか普通のポテトの方が、なんか芋芋感があったね。見た目が大体なんかポテトっぽい。まあでもそれなりに美味しかったけどさ。マクドナルドのポテトというか美味しい。まあもともと美味しかったんですよ、大体。もともとね、ケンタッキーのポテトってね、すごい美味しかった。マクドナルドのポテトに比べると、太くて、なんかこう、ホクって感じ。マクドナルドはサクサクなんだけど、ホクホクってしたの。それが良かった。で、芋の甘さとうまさがあった。ちょっと残念ですね。まあでもまあ。あ、でもこの夏限定なんだ。あ、よかった。夏限定っぽいです。カーネリングポテト。危ねえ。よかった。夏限定だよ。普通のポテトの方が美味しかったからいいや。よかった、よかった。危ねえ。ケンタッキーのポテトうまいんだよ。あれ。ケンタッキーのね、ポテトはね、本当に美味しい。焼きおにぎりか、焼きおにぎりか食いたいな、久々に。焼きおにぎり。ああ、そういえば、マクドナルドも、ありましたけど、新しい、まだ発売してねえか。アボカドバーガー。あれ美味しそうですね。割と。アボカドバーガー。
まあ、あとケンタッキーって言ったらコールスローです。コールスロー美味しいよな、これな。このサラダ。逆にコーンサラダを買ってる人間いるのかはわからない。コーンサラダとか誰買うんだ、これ。うん。あと、アイスコーヒー。アイスコーヒーもうまい。うん。ってとこっすかね。うん。まあ、ケンタッキーは、とりあえず、レッドホットチキン食ったから、この夏だけの限定のね、レッドホットチキンを食べたんで、俺は満足かな。って感じっすね。うん。まあでもチキンがね、やっぱりね、マクドナルド、まあ、うん、チキンが美味しいからね、ケンタッキーがね。ただ高いけどね。オリジナルチキンがしょっぱくて美味しい。非常に酒のつまみになるんで、いいねっていう。まあ、酒のつまみにね、いいですよね。ってとこですか？3243です。ご視聴ありがとうございました。